4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わったユリノローズ、あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 ユリノローズ粘る、一気にハイマフェ、一気にハイマフェ、ユリノローズ、ユリノローズ1着、2着にはどうやらハイマフェ、見事に勝ちました。ユリノローズ、ハイマフェ2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。これからの勝負、さあ先頭に立ったのはシグナルマフェ、しかし後続の足色もなかなかいい。あと 200m、 シグナルマフェ先頭だ。残り 100m、 シグナルマフェ粘る、一気にイサシシルバー、イサシシルバー、イサシシルバー1着、2着にはどうやらシグナルマフェ、イサシシルバー見事一番人気に応えました。いよいよ直線の攻防、さあ先頭に立ったのはイサシクレア、あと 200m、 一気に後続がやってきた。イサシクレア先頭、2番手はレームで、イサシクレア1着、イサシクレア完勝、イサシクレア1着、2着は微妙です。これが世界の実力だ、イサシクレア。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はパラダイスウッズ。残り 100m、 パラダイスウッズ。ここまでか。内から一気に突き放しはマッキンゼー。マッキンゼー1着、2着にはどうやらパラダイスウッズ。勝ったのはマッキンゼー。見事な勝利です。これからの勝負。ここで先頭はイサシヘイロー。残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。イサシヘイロー差を広げる。2番手はプラチナムバレット。イサシヘイローゴールイン。イサシヘイロー1着、2着にはどうやらプラチナムバレット。イサシヘイロー見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 キャピタルマグへ余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はセカンドノーブル。キャピタルマグへ独走。キャピタルマグへぶっちぎりです。キャピタルマグへ1着、2着はパレスマンボ。キャピタルマグへ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。
さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭はイサシグランプリ川三馬身。後続の手応えもいい。これは強い。後続は大きく離れました。2番手はスタディウムイサシグランプリ独走。イサシグランプリぶっちぎりです。イサシグランプリ1着、2着はスタディウム。やはり中央の馬が強かった。勝ったのはイサシグランプリ。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はヤングディード。カリスタマルウェイ必死に追いすがります。カリスタマルウェイ、カリスタマルウェイ、もう一伸び。カリスタマルウェイゴールイン。カリスタマルウェイ1着、2着はヤングディード。カリスタマルウェイお見事、素晴らしい走りでした。短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭変わりました。先頭はなくてあと 200m、 一気に後続がやってきた。ピンクドッグウッド必死に追う。2番手はピンクドッグウッド。ザマウェイ、この馬で決まりか。ザマウェイ今ゴールイン。段違いの強さです。ザマウェイ1着、2着はビーズプラネット。勝ったのはザマウェイ。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はイサシロジック。残り 100m、 オープニングロンドン抜けた。マウントロドリゴ迫る。オープニングロンドン、オープニングロンドン1着、2着にはどうやらマウントロドリゴ。勝ったのはオープニングロンドン。見事な勝利です。カーブして、さあこれからです。先頭はイサシグランプリ、イサシグランプリ先頭引き離しにかかる。2番手は奇跡。残り 100m、 必死に追うイサシグランプリ。2番手は奇跡、イサシグランプリ1着、イサシグランプリ完勝。イサシグランプリ1着、2着は奇跡。これが G1 馬だ、イサシグランプリ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 キャピタルマフへ余力は十分。さらに引き離していく。これは強い。2番手はスペシャルリボーン。キャピタルマフへ独走。キャピタルマフへぶっちぎりです。キャピタルマフへ1着、2着はスペシャルリボーン。キャピタルマフへ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。